馬は第4コーナーをサービスする。井出楽翔頑張った頑張った。馬に抜かれても差し返すと言っていた井出楽翔。井出楽翔逃げた。ゴールまであと 100m。 馬の方はゴールまであと 200m。 井出楽翔がおそらく勝ったでしょう。際どい、あっという間に馬が並んだ。さあ見事なハンディキャップでした。これは人間でしょうね。もう一度ゴール前、人間ですね。ちょっと